その服が着られるぐらいになったら迎えは来る。お前が17歳になった年だろう。季節は春。船に乗れ。そこでお前の能力が必要とされる。そうすればお前は。よし、この辺で止めてくれ。気持ちいい。ピーピーピー。みんな頼むぞ。大物を仕留めてきてくれ。ああ、めんどくせえ。イツキ、ロン、お前たちも頑張ってくれ。はーい。通った。それ、食べられるの？ちょっと、何やってるのよ。何って、晩飯の魚取りだよ。見りゃわかんだろ。な、なんなのよその格好は。はしたない。気持ちいいぞ。お前たちも泳げばいいじゃん。どうして私たちが。ビビビビビ。降下している。誰か乗ってくんのか。女の子が乗ってくる予感がする。やっぱり女の子だった。捕まえた。幸福とは何不自由ない鳥かごの中にあるのか、大空を知る外の世界にあるのか。いずれ来たる時にあなたたちは何を選び、何を捨てるのでしょう。
怖がらなくてもって言っても無理か。そいつ例の女か。アキト、どこをほっつき歩いてたんだ。こっちだって探してたんだよ。しかしカケル、お前の言った通りだったな。けど女だからって油断すんじゃねえぞ。はいはい、荒っぽいのは性に合わないんだよね。ごめんね。とにかく一緒に来てもらうよ。っていうか君も迎えが来るのを待ってたんじゃ。カケル、アキト、聞こえてる？予定の時刻よ。状況を知らせて。うるさいのがお出ましだ。え？よく見ておいた方がいいぜ、自分の故郷を。大丈夫、もうじき船が見えてくるよ。手荒なことしてないでしょうね。この子がまだ何者かもわからないのに。彼女を見てみなよ。はじめまして。その服、確かにいろいろと疑問が湧くわね。つうかこれで11人目か。一体何人乗ってくんだよ。わからない、それは世界が決めること。俺に気安く話しかけんじゃねえよ。また喧嘩か。あれ、その子新入り。またにぎやかに。なんだアキトのやつ。悪いね、ピリピリしちゃって。あ、船内を案内するから行こう。はい。びっくりしたかな、船の中がこんな状態で。はい。とにかく話をしよう。俺たちも君の情報が知りたい。この船の後方装置も君を感知していた。君の方も船の存在を知っているようだが。みんなのまま、ミーティングルームにしよう。新しい仲間だ。いや、ずいぶん可愛らしい子だね。僕は二条咲也。どうも。そういえば自己紹介がまだだったわね。私は久我美琴。東谷正宗だ。俺は音丸兵士ってんだ。よろしくな。鏡五月だよ。女の子とは嬉しいね。よろしくお願いします。ゆいがかける。かけるでいいよ。はい。あら、千里とロンは。アキトも逃げたな。私は知らぬいナナミ。あなた名前は？私名前わからないんです。わからない？もうずいぶん誰にも呼ばれていなくて忘れてしまいました。本当に？はい。名前は忘れていても能力は忘れてないわよね。あなたは能力者？はい。そう、それで十分だわ。何の能力かってことは言わなくていいから。
もう一つ聞かせて。その服のこと。そうそう、それはこの船で支給されるはずなんだけど。もらったんです、旅人さんに。旅人って？わかりません。あなたは記憶喪失？いえ。でも名前思い出せないと不便だろうし、俺の名字あげようか。え？かける、女性に対して軽々しい言動じゃないか。そう？そうに決まってんじゃん。名字あげるとか結婚するみたいじゃね。そんな深い意味じゃないんだけど。俺には彼女が嘘をついているようには見えないな。ま、この話はここまでにしないか。だな、仲間が増えるのはいいことじゃん。それにもうこんな上まで飛んでるんだぜ、戻るのだって大変だろ。え、あの、どこへ向かってるんですか？世界が決めた場所へ。世界？聞いたことくらいあるだろう。世界はこの地上の平和維持と管理を目的に作られた組織だ。その起源と科学力は地上の文明レベルをはるかに超えて存在している。この船もその世界から提供を受け、俺たちに運営が任されている。私たち能力者はこの能力を平和のために生かす。それが世界から与えられた私たちの使命なの。使命？一度に説明しすぎるのは良くない。今日はとりあえず私たちの部屋に来たらいい。ありがとうございます。同じくらいの年なんだし、敬語じゃなくてもいいんじゃない？じゃあどんな風に話せばいいんでしょう？任せるわ。素敵なお部屋です。今布団を用意するわ。ありがとうございます。誰かしら？こんばんは。少しいいかな？こんな時間に部屋に来るなんてよっぽどのことかしら。よっぽどよっぽど。君に用があってさ。私でしょうか？明日よかったら船の中を案内させてもらえないかな。手が早い。変な言い方はよしてくれよ。新入りには優しくしたいってだけさ。そんなこと言って自分のチームに入れたいだけでしょ。チーム？この船には人間は私たちしかいないの。だから食事だったり掃除だったり半分けして回してるのよ。チームって言っても別に派閥とかじゃないから、あなたの好きにしたらいいわ。物は試しに明日来てみてよ。はい。やっとあの囲いの外へ出ることができました。新しく始まる生活、明日からどんな毎日になるんでしょうか。新しい私の家。おはよう。おはようございます。来てごらん、ほら湖もあるんだ。本当ですね、船の中にこんな綺麗な景色があるなんて。昨夜はよく眠れた？ あまりよく眠れませんでした。かけるでいいって言っただろ。じゃあかけるくん。さあ案内するよ、仲間のところへ行こう。はい。ここは地上と同じ生活ができるように環境が整備されている。ただし自給自足だからチームに分かれていろいろ仕事を分担してるんだ。本当に連れてきたんだな。よろしくお願いします。正宗はよく働くし気が利くし苦労が好きな人間だからいろいろと便利だよ。それは褒めてるのか、それとも？もちろん褒めてるんだよ。しかしいいのか、千里には話してないだろう。あいつを連れ出しがてら紹介するんだよ。そう簡単にはいかないぞ。あの、どうしたんですか？もう一人仲間を紹介しようと思ってな。あ、千里朝だぞ、起きてこい千里。
お留守なのでは。あいつが部屋にいないはずがない。食事だって運んでもらってるくらいだから。千里、いっそドア壊しちゃう？千里にはドアなんかない方がいいんじゃないかな。船内の器物を壊すな。でもさ、おい千里、生きてたか。生きてます。ほら出てきなよ。紹介したい子がいるんだ。一緒に屋上へ行こう。いいです、誰とも関わりたくない。放っておいてください。おい千里、顔を出さないとみんな心配するだろう。心配？変なこと言いますね。心配なんてするはずありません。それに僕らはいずれ敵同士になる。それはどういう意味ですか？僕たち能力者は目的地に着けば各国に派遣されて敵になるかもしれないんです。敵？そうならないために世界は動いているんだ。あいつきっとまだ眠いんだよ。はい。ここが屋上。君に見せたかったんだ。地上はまだつぼみなのに。この船は一年を通して気候が管理されているからね。二人は下の階を見てきてくれ。俺も後で行く。了解。二階の作物生産が俺たちのチームの主な仕事だよ。いい香りがします。桃は食べ頃だね。どうかしたの？この木なんだか元気がないです。養分を吸収できてないのかな。ほら元気だぜ。これでよしと。もう大丈夫だぞ。タケル君の能力って木を治せるんですか？木とお話ができるんですか？さあどう思う？すごく素敵です。植物を癒したり生み出すこともすごいですけど、でもお話ができたら一人にならずに済むということですよね。確かにそうなるね。でも本当は植物の言葉なんかわからないんだ。え？期待させてごめんね。謝らないでください。私が勝手に勘違いしただけですから。でもカケル君がこの木を直したら葉が優しい音を立てて揺れた気がしました。お礼を言ったのかもしれません。君は植物みたいだね。え？純粋で俺とは正反対すぎてびっくりするよ。正反対？人と接しなければそんなに純粋でいられるのかな。違います、カケル君。私も思っていても言えないことだってあります。隠してることの方が多いくらいです。私はこの船をずっと待っていました。昔は一人じゃなくてお父さんやお母さんと一緒に住んでいました。でも多分恐ろしいことがいろいろあって離れ離れになってしまって、そのうち自分の名前も忘れてしまいました。意味のわからないこと言ってすみません。いや、君のことを少し知ることができた。ありがとう。どうぞ。甘いよ。いただきます。おいしい。よし、じゃあもっと上の方の熟してるのを取ろう。はい。君も登るかい？おい気をつけろよ、二人とも。またあんなことして。よし、おいでごらん。それなんか最高に食べ頃だ。はい。落ちたって知りませんよ。
小春。大丈夫？はい、ありがとうございます。無事か、かける。あの、これ食べられるでしょうか？え？せっかく美味しそうに実ってくれてるので。どうして笑ってるんですか？だってあの高さから落ちたっていうのに桃を手放さないなんてさ。最高だよ。せっかく濡れたんだし、このまま岸まで泳ごうか。え、私そんな泳げないです。知らないことがあるなら聞いたらいい。わからなければわかるまで一緒にいるよ。かけるくん。そうだな。ここにはお前以外に10人も人がいる。一人に聞いてわからないならまた次のやつに聞いたらいい。どうしたの？名前。名前？さっき水の中で思い出したんです。本当に？小春。私の名前は小春です。小春。はい、昔旅人さんにもらった名前なんです。もらったって本当の名前じゃないの？わからないですが、確かにそう呼ばれていました。だから私の名前なんだと思います。これでお前のことを名前で呼べるな。君とか彼女とかじゃ味気ないからな。ね、小春。はい、ありがとうございます。朝千里くんが言ってましたが、いつか離れ離れになったとしても、それでも仲良くなりたいです。やっと笑ったね。え？君はずっと待ってたって言ったよね。はい。でも本当のところはさ、小春って名前を呼んでくれる仲間を待ってたんじゃないかな。ノルンへようこそ。お前が17歳になった年だろう。季節は春。船に乗れ。そこでお前の能力が必要とされる。そうすればお前は孤独から解放される。また。何ですか？ここは危険だ。困る。こっちだ。はい。結界か。何なのあの武器。平和のためにこの力を使う。あの船をもっと知る必要がある。